皆さんどうもこんにちは、サンシャイン米倉です。僕ね、セナって名前なんですけど、デスノート対策で和名使うこともあるんですよ。米倉京太郎っていう。どうもサンシャイン米倉です。今回ね、あのマーレの入り江から攻略していきたいんですが、この貝の中の秘密アスレチックゾーン、これね、問題作すぎて幾度かお蔵入りになってます。ここやった時の実況難しすぎる、凶悪すぎる。これサザエのなんだよ。来た。もうこの構造からしてね、あまりにも凶悪。まずこのガラス張りの何がしから始まり、壁キックを強いられるわけですよ。ここでも難易度 S 級。このかまぼこ板ね、青りんご味のかまぼこ板を渡ってくるり、こっからなんだよな。何回やったんだって話、ここまで。よしよし、全部お蔵入りだからな。でここ、危ない。もうちょっと、危ない。いや、すいません。いや、いやもうおかしいやん。ここはマーレの入り江といって、マンマビーチにほど近い場所。ミスってなってから勢い増すマリオもおかしいわ、それ。よし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 、ここは慎重に、こうして捕まることができるんです、このポールには。でここより、おいおい、ちょい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 、ジャンプする方向までもがこれ左右してくるぞ、運命。よし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 。でこっから、ここめちゃくちゃ難しい、このなんか急な急勾配な、これ、釘に乗らなきゃいけないのかな、これって。待てよ、ここは。ああ、難しいな。衝撃機関車、ポポポ、トーマス、機関車、トーマス。無理だよな、ここ。え、どうしよう。え、どうやって飛んでくんだ、どうやって飛んでくんだ、どうやって飛んでくんだ、あれ。え、どうしようと、これ。無理だろう、これ無理だろう。乗った。え、こっから、いやーギリギリいけそうだけど、相当怖いし、これは正規法じゃないだろう。無理だ。よし、来たぞ。ここから、どうせって言うんじゃ。ま、悪態をついていても仕方がない。クリアしよう。ここは結構簡単なんだよな。いや、早い。ドリル掘削作業。よし。一回ここ乗ろうじゃん。ここは振り落とされるってことはないからね。いや、もうむずすぎ。もうない。よし。よし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 。オッケー。
使いこなしてきたじゃない。あとはもうこよし、もうクリアできる。いやー、やっとだやっとだ。激ムズ。一番難しかったかもしれんわ。シャインゲット。再びマーレの入り江。出た、待て、偽マリオ。この偽マリオをこの各地でね、捕らえるっていうイベントをクリアしない限り次なるフラグが立たないらしい。というわけでこのマリオをセーバする。捕まえた捕まえた。もう暴れ回っても、はあ、よし、48個目シャインゲット。ピンナパーク止めて暴走観覧車。え、何それ物騒。改めてえらいことになってるな。カメがやってんの、カメが。止め、よし、やっとこそお前のところにやってきたわけだが、危ない危ない危ない。飛んで、うわ、何今の。貼り付けないかな。よし、これで、あ、ちょっと危ない。これでこうだ。じゃあな。あ、裏から飛んでくべきだった。飛んでくというか、なんというか、裏がすごいアスレチックパーク。ひゃー、あ、収まった収まった収まった。ものすごい邪道ルートから来てしまったようですわ。乗る。これでも早いぐらいなんだよな、観覧車。無事修理完了。シャインゲット。次はヨッシーゴーランドの秘密。また秘密だもん。そこのメリーゴーランドに突き刺せばいいのか、ヨッシーを。バナナを欲したヨッシーがこの隅にいまして、危ないな。俺、ヨッシー食え。これピンクなんですよね。で、事前に聞きました、あのメリーゴーランドの主から、オレンジ色にならなきゃいけないらしく、この鼻水とか食ったらどうだ。あ、やった、オレンジ色になった。押すとよ、あとはこのヨッシーをピョン、このメリーゴーランドに装着すればよいだけのことらしい。おわ、来た。こっからだよ、もう頼むぞ、一発でポンプくん。待ってな。にゃー、ひゃー、ドゥクドゥクドゥ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 、パッ。いや、むずすぎむずすぎ。考えなしに行ったな。早いぞ早いぞ早いぞ、遅いぞ、惑わされるな。よー、アナログス。で、このヨッシー卵ゾーン、四角い。どこに我々は乗ればいい？これですか？これですか？固まった血痕のような。はいはい、今の乗れたけど、よし、で黒に行こう。じゃあ、ああ、もうまたまた右側にそれていく。もうよし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 。で、黒からすぐに青に移らなきゃ。あの黒をすりつぶす黒、やばかったね今の。で、このまま行くと僕たち、あの、なんかね、なんかね、あの、黒に移ります。よし、ワンナップキノコが取れたっていうことを言おうとしたんですが、危ないね。届け、よし。で、この一本釘はもしかしたら僕たちの命運の鍵を握る釘かもしんない。撃たれよ。あー、ルピーか。本当にマジで自然にルピーって言っちゃうわ。あーあーあ
うん、あ、よしよしよし、このまま行こう。もう気にせず動いてくれ。え、スイカがあって溶けた氷があって、溶けてはないか。こっち行く、こっち行く、よし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 、消えんの。先に言えよそれ。ここは、あ、やったで。おい、こう見えてマジでむずい。よーし、よし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 、もうここまで来たらよ、いけるはずだろ。ダンボール。は？壁聞くか。えらい高いね。よし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 。あそこなんだい？ここに行かなきゃいけないんだろ？ああ。はあ？起きて破りか？やってやろうじゃねえか。ポンプがなかろうとな。こっからよ。うちらなめん。よし。一発ギャグ。九州のすごい人。せがらしか。うちら最強体。うわあ。よしよし、なんか長靴埋まってないか。よし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 、いっ、いやあ、あ、あ、おお、よし、ここまではいけるようになってきたな。で、高いところからちゃんとジャンプしなければいけないのと、よーし、あと頼むぞ。オッケー、オッケー。ああ、むずかった。シェンゲット、もう50個もたまりましたね。パークの偽マリオ出た。お前だよ。待ってた。目の前いるな。よし、まずよ。よーし、捕まえた。しぶとくなってんだ、お前。危ない。シャインゲット。残るフラグ、イベントを回収していないところはゲソマニア、そこの隣のゲソマニアと一番高いところのシャインの上にあるモンテマンの、モンテヒーローの村、この2つですね。あ、ちょっと待てよ、待てよ、ここのホテルもやったか。やってないだろう。次なんだったっけ。ちょっとそれだけ確認しよう。なんだっけ、なんだっけ。え、忍び地カジノ地下のボッセル。あ、ぼっちゃん。いや、皆さんいつもマリオサンシャインの実況を見てくださってありがとうございます。編集してみたところ、なんか尺足りねえなってことでやります。ストーリー5のカジノの地下のボスセレサー、やります、やります。朝起きてやってます。今ここな、なんかカジノに一回行ったことあるでしょ。カジノ、カジノの中にどでかいオバキューがいて、それが悪さしてるっていう、もう説明不要のホテルデルフィーノ。あ、マリオさん、マリオさん、ぜひともまたカジノへ。いや、その今日はカジノお休みなんですが、実はカジノの地下から不気味な音が、僕は一つ騙されて、いや騙されたと思って、よろしくお願いします。顔パス。ここの、うっ、この回ってないコインはおばきゅー、よだれダクダクだよ。青コインもあれ偽物だよ。でもさ、この偽物おばきゅーを倒せば出てくんじゃない。あた、出てくんじゃない。いや、出ないのか。ん？あそこの色だけちょっと変だな。来た来た来た。これだろ。水当てるのかな？違う。お！
ここヒップドロップだったんだ。うわあ、ここで寝たいな。プラネタリウムだ。一面紫。え？ヒヒヒヒヒヒ言ってる。俯瞰映像を撮れません。ああ！スロットだ。当たりを引けばいいの。ベロベロ舐めてる。どれどれどれ。パイナップルが出てくるって？パイナップル？ああ！唐辛子！唐辛子！唐辛子言ったら唐辛子。あの唐辛子をどうにかしたと思うんだよ。これ持って。ほら！なんでお化けなのに。あ、ダメージ食らった感じがした今。ああ、マンマミーヤ、とどめだ、とどめだ、地獄の豪華に焼かれろや。どうした、あ、果汁いっぱい。30分かかった。難しかった。社員ゲット。いや、こんな感じで、だいたい一ステージ30分から50分くらいかかるんで、いや、今日は、だから3時間実況するでしょ。いや、今日はこんぐらいでたっぷり撮っただろうと思ったら、編集したら10何分とか、もう、肩が凝るね。